OK。 お、なんか向こうすごい、ドリアンまでやってきました。誰かの誕生日がお祝いされてる。あ、こっち行こうか。のびたび、はい、どうも、じゅんやです。映ってるかな、こっちの方がいいかな。はいはい、夜でございます。はい、前回の動画でね、カンボジアのね、3つあるお正月のうちの、カンボジアで3つあるお正月うちカンボジアで3つあるお正月のうちの、今はクメール正月というね、4月13日の夜なんですけど、明日がクメール正月のニューイヤーデイらしいので、今日は大晦日に当たる日らしいんですけれども、そのまあ夕方ぐらいの様子をね、バイクでベーっと回ってみて、まあちょっと普段より賑わってるんかな、どうなんかなぐらいのね、まあ、市場はかなり賑わってた感じしました。はい、で、夜はどうなんでしょうねというね、まあ、あの1月1日のね、まあ、あの世界的なニューイヤーのカウントダウンの時はかなり花火で盛り上がったりしてたんですけども、クメール正月に関してはどうなのかなというね、クメール正月前夜の大晦日の街の様子をちょっとバイクでペーッと見てみたいなという、そんな日でございます。もしかしたらめっちゃ普通の夜かもしれませんが、なかなか夜にこうやってバイクで街に行くこともね、してこなかったのでいいかなと思って行きます。それでは、いいね、昼間乗ったからエンジンが一発でかかったよ。ライトがついてる、これライトどうやってつけるんやったかな。ライトどこでつける、あ、これか、パーマイキャーッシュライトに気を取られてたら失敗しちゃった。はい、 OK。ライトはつけとかないと危ないよね。はい、久々に夜走るからライトの存在を忘れてたよ。で、まあ静かな感じやね、この辺はね。はい、非常に静かな静かな感じがしております。営業しておりますわな、普通に。まあなんか特別っていう感じはせえんね、この辺。カンボジアの国旗が道の両脇にたくさん並べられております。お、なんか向こうすごい明るくなってるとこあるな。ちょっと後であっちの方も行ってみるか。この辺は屋台は普通に、あ、はん、あ、ちなみに今時間的には9時半ぐらいかな。あれ、10時近かったかな。まあそれぐらいの時間です。あ、9時過ぎかな。はい。あ、ほら、あの電飾のアーチが。じゃないか。なんやこれ、電飾のあれがほら輝いとる、こんな感じになるんやね。あ、ええ感じやん。これはでも毎晩光ってるやつかな、正月関係なく。どないなんでしょうか。行ってもらおう、トラックさんにね。はーい。おー、まあ、キラキラしてるね。ね、こっちもほらキラキラしております。すごいね、あちこちの道にこれが設置されて
あっちこっちの道がキラキラしとるわ。キラキラでもないけど、ただ光っとるだけやけど、街灯的な感じ別に飾り付けっていう感じはないのかな、安全のためのやつかな。はい、でドリアンまでやってきました。まあお店もそんなに人が多いわけでもなく、ドリアンランドアバウト、12月31日去年の大晦日はかなりここ人多かったけどね。あ、なんか誰かの誕生日や、誰かの誕生日がお祝いされてる。あ、こっち行こうか。さっき昼間通った道とこっちは同じ感じやけどね。あ、すーげえ、あっこのお店もめちゃくちゃ水鉄砲売られてるやん、ごっついやつ。明日かな、メインは水かけの。なんか5日間盛り上がるみたいなこと言ってたんやけど、オーナーは。明日でもこれあれやな、ちょっと街出たらなんかテンション上がってみんな水かけやってる感じなんかな。なんか無礼講で誰でもいいから水かけたれみたいな雰囲気になってて、普通に水かけられて GoPro やられるっていうパターンになるかもしれんな、これ。あかんな。バイクで走ってて水かけたりとかあんのかな。バイクにも水かけてきたりするかな。ちょっと明日怖いな。あ、この辺の屋台うまそう。はい、まあちゅうことで、まあ、ここ、え、あ、ここらでちょっと、あの市場のごっちゃごちゃになってた道、あー、夜の市場こんなんですわ。静か、こんな時間まで果物屋さんやっとるんやね。昼間とえらい違い。やっぱ市場やね。夜の迷宮市場入ったらめっちゃ怖そうやねんけど。でゴミの山、これ毎日回収しに来るのかな、すごいね。と臭い、押したらちょっとどうやろうな、こっから川沿いまでまっすぐ行ってみようか今回は。ああ、あと一歩行ってみよう。まあそんなに人全然おらんよね人全然おらん。やっぱ今日はそんなに騒ぐ夜じゃないんや。クメール正月の前夜祭はそんなに騒ぐ夜じゃないと。ドリアンとこも全然普通やったし。はい、川沿いにやってまいりましたよと。川沿いのお店、ふーん、あ、全然、あ、でもライトアップが、おー、なんかルミナリエみたいになってるルミナリエや、懐かしい。はい、皆さん関西の方は皆様おなじみやと思いますが、ルミナリエみたいになってます。ルミナリエも1回しか行ったことないし、今まだやってんのかな、あれ。えらい昔に1回だけ行ったことあるけど、うんごい人やったな。あ、ドリアン屋さんが多いね。あ、全然やっぱ12月の大晦日とは全く違うね。そういう文化はないんや。カウントダウンみたいな感じじゃないんや、クメール正月は。普段と同じ夜っていう感じするね。明日盛り上がんのかな。大体でも前日ぐらいから皆さん来るやん。連休
お正月休みで遊ぶにしても前日ぐらいから人は多くなるもんじゃないのかね。全然普通の夜やん。ここちょっと曲がってみようか。ね、ここ夜のお店とかね、お姉ちゃんのお店とか普通にレストランとかいろいろあるとこのはずですが、うん、水鉄砲で遊んどる子供がおるわ。先走っとるわ。まあ普通に普通にしんみり。あ、ここの果物屋さんこんな時間までやってんねや。普通にしっとりと盛り上がっとるよ。普通に盛り上がってたりなんかいつも通りっていう感じするよね。特別感ないよね。普段通りの街っていう感じする。普段夜にこんなとこあんま来えへんけど。てかこんな結構いろいろ店あるんやね、やっぱ。はい、そんな感じです。危な、なんかこんなとこになんか落ちてんぞ。あ、ビニール袋か。ってな感じでですね、全然普通ですね。あ、ここ夜来たらこんな感じになってんの。これレストランかね。おしゃれ。道が全体的にこのようにルミナリエっぽくなっていると。まあこれでも多分ね、正月とか大晦日とか関係なくこういう風にしたんやと思うわ、街を。なんやろ、コロナ明けて観光客がいっぱい来るのを見越してなんか飾りつけたんかね。まさかこれ撤去せえへんよね、終わったら撤去みたいな感じじゃないよ。あ、なんかビアガーデンみたいな用意してたとこはどうなってんのやろ。ビアガーデンみたいな用意してたのがこの先のはずやねんけど、そちらどのようになっておりますでしょうか。この先はちょっと盛り上がっとんかな。あの屋台がね、洋さん並んでるとこです。まあでも普段通りっていう感じするね。ビアガーデンも明日っていう感じかな。営業してんのかなこれ。一応、あ、してない。あ、一応営業してんのかな。あ、こっちのバー盛り上がってるやん。あ、これのバーは盛り上がってんのか。多少ね多少盛り上がってるっぽいな。はい、多少盛り上がってるっぽいけど、こっちは結構夜はこっちみんな飲みに来るとこなんやね、多分。おお、なんだこれ、何の店や。ちょっとじゃあぐるっと U ターンしてみっか。クールパレス。
ロカクテル。あまあ地元の若者とかが飲みに来るような感じかね、こっちの方は。ね、こっちの方がなんか地元の人が飲みに来てるって感じするね。なんか向こうのいつもライブ配信でうろうろしてるあたりの飲み屋は結構なんかあの欧米人とか白人とかそっち系が多い気がしたけど、地元はこっちなんかな。全然普通のごく日常的な夜の様子がお届けできた気がします。全然なんか特別感のない、まあまあ日本の感じからしたらね、結構あちこちで屋台があってワクワクする感じするけどね。まあカンボジアの人からしたら全然普通の。こっち行ってみようか。こっちはロータスポンド、撥水池があるとこです。あ、一回ここでライブ中に土砂降りになって雨宿りした作りかけのホテル、まだ作りかけやな、完全に工事止まってんねやろなこれな。ここらもね、全くこんな電飾のアーチなかったのに。大体の道にこれが取り付けられてる、すごいね。なんや、予算余ってんのか。で、えらいゆっくりと遊覧しているレンジャーがあります。フォードレンジャーっていうのかな。撥水池のハスがほとんどないね、ベチャっとなって。ハスの時期じゃないのか、雨季になったらハスが元気になるのかな。観光遊覧トラックやったんかな。結構ポリスがうろうろしてるね。はい、まあそのような感じで街中にこういうルミナリエが最近設置されました。明日の昼間とかに盛り上がるのかな。やっぱ暑い時にみんなで水かけ合って遊ぶ感じかな。ここの木えらいチカチカしてるやん。みんな寝静まってんのかな。明日に向けてもう早く寝てんのかね。今日は昼間まあまあなんか人多いような気もしたけど、夜は全然静かな。まあ昼こっちの方来んかったからな。ここだけルミナリエ電気ついてへん、なんでや。ついてなかったら暗くて怖いね。はい、ここはライブでピヨピヨ鍋食べたとこです。ピヨピヨ鍋のとこからの、はい、これだからまっすぐ行ったらもう宿の方でございます。ぐるーっと回ってきました。はい、ってな感じでゆっくりとぐるっと回ってまいりましたが、普通の夜でしたね。全然なんか大晦日みたいな花火大会があるわけでもなく、なんかカウントダウンみたいなのがあるわけでもなく、なんなんでしょうね。クメール正月はカウントダウンせえへんねん。正月のその日を楽しむっていう日なのかな。楽しむというか祝うっていう感じなのかな。はい、スーコットで、またこの新しくできた道が走りやすいので新しくできた道から帰りたいと思います。暗いよ怖いよ。天気良かったら星が綺麗に見えそうやけど、あ、でもそんなに天気悪くないぞ。
そんなに天気悪くないけど星がそんなに見えてない。はい、てな感じで戻ってまいりました。宿もなんかフルブッキングとか言うとって、明日正月やのに全然静かやぞ。大丈夫なのか。ニュートラルに入れへんねんな、これが。あ、ニュートラル入った。またあの黒いモフモフが吠えてくる。吠えてくんのはいいねんけど、かぶりついてくるから怖いよね。はい、ちゅうことで、はい、撮影し始めて25分ですね。もうほぼ編集なしでお届けしてもいいぐらいの感じで、ベラベラと喋りながら街の様子を撮影してまいりました。はい、ということで、カンボジアのクメール正月の前夜の様子はおそらく普通の夜とそんなに変わらない感じでした。はい、なので明日ね、お正月、この子はねおとなしくてね、いつも僕の部屋でね勝手に寝とるんですよ。あっちがねもうワン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 吠えてくる、なんでか知らんけど。ということで、まあ明日また元気やったら今度は昼間の様子をねお届けしたいと思うんですけれども、まあ、水かけ祭り状態がひどいことになってたらちょっと撮影できないかもしれないんですが、できるだけ撮影できるように努力してみたいと思います。ほなまた見てね、バイバイ。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらねチャンネル登録と親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければ、このおっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。